時半の決勝と展開されています。この勝負3名の選手がすでにこれに参加標準記録を突破しています。いずれも2019年アスリートナイトゲームズ EVV 8月17日に行われました大会で上白山翔太郎選手が初めての優勝の新記録で標準記録を突破しています。先頭に出てくるのは5年44分。